調べさせていただきます。椎木君。はい、ありがとうございます。まあ、我が党は建設的な考え方で、まあ、そのこれそもそも第一次安倍政権のいいものを取り組んで条例制定したものですから、今度は我々がさらにいいものを作ったので、まあ、それを提案したい、まあ、そういう考えで質問させていただいてますので、しっかり調べていただいて、さらによりいいものを作っていただければと思います。私は今回文部科学省の天下り斡旋問題発覚後、この問題については週末の地元活動を通して大阪府民の声を聞いてまいりました。町会、商店街の皆様、若いご夫婦、お年寄りの方、そして大阪府大阪市の職員および OB を含めて、多くの声を聞かせていただきました。私は大阪2区の選挙区ですが、今日に至るまで地元の皆様にも恵まれ、大阪の素晴らしい文化を見てまいりました。さらに加えて、大阪府民の皆様のこの改革に対する意識の高さ、そして大阪の改革を次は国のレベルで取り組んでほしいという大阪府民の声を踏まえて、我が党が提出した国家公務員法改正案の必要性について訴えております。先ほどから外野がうるさい中、大阪大阪と言ってまいりましたが、大阪の声はすなわち国民の声であります。国民の疑惑を払拭するという観点から真摯に対応する必要があると考えますが、安倍総理の見解をお願いいたします。安倍内閣総理大臣。天下りの根絶はですね、今後も変わらない安倍内閣の基本方針でございます。文部科学省における再就職規制違反事案については、文部科学省の人事当局も関与して行われました。まさに組織ぐるみと言われても仕方がない事案であります。国民の信頼を揺るがすものであり、あってはならないものであると、こう認識をしています。国民の疑念を払拭するためにもですね、徹底した調査を行います。必ず徹底した調査を行います。そして徹底して調査したものをしっかりと我々もですね、公表させていただき、それを分析をして、しっかりとした再発防止策を立てていくことによって、先に渡していきたいと、このように決意をいたしております。椎木君。大変総理から力強いご答弁をいただきました。我が党はいろいろとですね、こう補完勢力とか与党寄りとか言われますけども、我々はですね、我々は別に安倍政権自民党のために政治をやってるんじゃないんです。国民のためにやってる。その過程で安倍政権が正しい道に行けば、これは賛同するのは当然じゃないですか。それが今国民が望んでる新しい政治なんです。このことを一言申し上げておきます。今国会においても我が党は国家公務員法改正案を議員立法として提出してまいりたいと思っております。ぜひとも審議していただくよう、この場をお借りして各党各会派に対して早期の審議をお願いしたいと思っております。あまり申し上げたくはないんですけれども、この永田町ではこの議員立法といいますとね、何かこう政党とか個人の手柄のような、そんな文化とか風土を感じます。特にですね、特にこう批判的な野党からはそういうものを痛切に感じてならないんですけれども、我が党はこういった手柄なんかどうだっていいんです。そして自民党安倍政権の補完勢力と言われても何でもそれは構わない。我々は国民のための政治がやりたい、そのことも改めて今日ここで申し上げておきたいと思っております。本当にこの外野がやじを飛ばしてきますので、大変本当に総理のですね、答弁の時の不愉快な気持ちが私は本当に痛いほど分かります。日本維新の会はこの何を語るかではなく何を実行するかなんです。そういう政党なんです。どっかの党のように選挙のことを考えてここに立ってるんじゃない。
今国民のために何ができるか、その一点で政治をやってるんです。そういう意味ではですね、そういう意味では安倍政権に対してもですね、まあ、意見の違いはあっても真摯かつ建設的な議論を戦わせて結果を出していきたい、これが我が党の考えなんです。提案型責任政党としての役割を、まあ、十分に果たしてまいりたい、まあ、これまで我が党幹事長そして国対委員長常に至るところでこの是々非々の党のスタンスは申し上げておりますけれども、我々はこの野党だから反対だというそういった古い政治を壊して新しい政治を作ってまいりたい。そのためには、まあ、ルール申し上げましたが、国民にとってプラスなのかマイナスなのか、残念ながら民進党とは決してプラスにはならない、これは私は確信しております。今の日本の政治にとってやはり自公政権、そして我々みたいな新しいスタンスの政党が私は必要だと思います。まあ、今いろいろ申し上げましたけれども、今の私のこの質問について安倍総理の感想があれば一言。安倍内閣総理大臣。CT委員はですね、ずっと教団に立って教育の現場に立ってこられた。その真摯な姿勢が伝わって、まいりました。我々もこの大阪府連はですね、実は御党と激しく戦っておりますから、御党をこれ褒めるとですね、後ろに大阪府連の議員がおりまして、私を睨んでおりますから、御党のことをですね、このあまり褒めたたえることはしないわけでございますが、大切なことはですね、お互いに切磋琢磨しながら政策を磨き上げ、そして結果を出していくことではなくと、このように思う次第でございます。志位君。これはちょっと申し上げるつもりはなかったんですけれども、この大阪府大阪市の職員条例なんですけれどもね、これ、制定された府議会、市議会の議決の過程で、我が党と自民党、そして公明党は賛同していただきました。まあ、残念ながら、申し訳ない政党についてはまあ反対と。まあ、やはりですね、まあ、大阪は確かに、我が党は与党だと思ってます、これは自負しております。ですから大阪では、まあ、自民党ともいろいろ対立することもあります。しかし大阪府民にとってプラスだと思えば自民党だって賛成してるんですよ。まあ、そういうところをですね、少し見習っていただきたいと思います。で、総理の方から私の経歴について触れていただいたので改めて申し上げますけども、私も小学校、中学校、まあ、高校で教師をしておりました。で、教師をしているとですね、まず初等教育、中等教育、高等教育、それぞれで共通して教師が指導するのは、人の話は黙って聞きなさいっていうことなんです。これは家庭教育も一緒なんです。家庭教育も一緒なんです。そういった学校教育、そして家庭教育で学んだ立派な皆さんが今国政の場に立ってるんですから、そういう責任ある立場で国民の代表としてしっかりとした建設的な議論を我が党は交わしていくことをお約束しまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて浦野君、志位君の質疑は終了いたしました。次回は明8日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。